はい、皆様こんにちは、しげましでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまですね、流浪の民でですね、家の中はどこが一番いいかなって言ってうろうろしてるところなんですけれども、今日はどうでしょうか。少しはマシに映ってるでしょうか。実物の方が美しいと言われております、しげましでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今日は、小学校に行って時のですね、子どもの素敵な言葉っていうのをですね、ちょっと言ってみようかなと思います。私は食育をしたんですけれども、授業は45分たった1時間だけしかしておりません。あとは朝の会の時に一番最後に食育チェックって言ってですね、人数チェックをしておりました。で、子どもに私が言ったことは、正直に手を挙げてねと言ったんです。で、別にね、約束が守れてなかったからといってね、先生は絶対怒らないから大丈夫だよって言ったんですね。で、約束通り私は、そのことに関して約束が守れてないでしょって言って怒ることはずっとありませんでした。なぜなら目的が違ってたんです。一応人数チェックって言ってたんですけど、私はその子供にですね、私が教えた内容を忘れてほしくないなと思ったんですね。だから毎朝朝の会を時に必ず朝の会が終わった後に食育チェックって必ずその朝の会のプログラムに入れてもらってですね、最後に食育チェックをパパパッとして、はい終了ってしてたんですね。でそのとこに甘いもの食べた人とかね、スナック菓子食べた人とかって言ってたわけですよ。で一応甘いもの食べるとこうなる、スナック菓子食べるとこうなるとかいうのをですね、いろいろ授業で教えてますから、良くないなっていうのは分かってるわけです、子どもたちも。だけどやっぱりまあね、子どもだっていろいろ都合がありますから、食べることだってあるわけですよ。でそれに対して私は別に何て言うかどうこう言いもせず、ただ人数チェックって、あまりにもだらけでほとんどの子がずっと食べてるっていう状態になった時に一度だけ言ったことがあります。最近だらけてない？なんか甘いものをたくさん食べてる人が多いんだけどって言ったら、あ、まずい、ちょっとってやってるわけですよ。そこはもうとっても子供の可愛いところなんですけれどもね。で、あとですね、一度だけですね、ある男の子がね、もうその光景私とっても覚えてるんですけども、ものすごく怒ってたんです、朝の会から。で、何怒ってるのって言ったんですね。食育チェックの時にブー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 、もうあいつ許せんとか言うから、何怒ってんのって言ったね、昨日俺はね、あいつと一緒にアイスを食ったのに、あいつ甘いものの時に手を挙げなかったって言って怒ってるんですよ。可愛いでしょ、とっても可愛いでしょ。で、皆さんも大人の方もプッて笑われるんですけども、私も笑いそうになりました、実は。でも笑わずにですね、そこは子供の前ですから、真剣に相手が怒ってるわけですから、もう私も真剣にそらいかんって言ったんですよ。そらいかんって。で、その一緒に食べたっていう男の子を呼びましてですね、食べたの？って言ったら、うんって言うんですよ。で、どうして手あげなかったのって聞いたら、いや忘れとったって言うからね、あ、そうね、じゃあ今度から気をつけてねって。で、それでお話は終了で、その男の子も怒りが収まったという、本当ちょっとしたことだったんですけれども、私はね大変嬉しかったんです。なぜなら子ども同士ですね、全員でやはりクラスの中で共通理解に立ってるということなんですよ。だから子どもたち同士で、甘いものって良くないんだよねって重松先生が言ってたよねっていうのをちゃんとね言ってるわけですよ、話題にしてるわけですよ。でも今日は食べたいよねって、食べようやって食べてるわけですよ。で食べてるけどちゃんと正直に手あげる。で重松先生は何も怒らないもんねっていうのも分かってるから、ちゃんとお互い手あげようねっていうのが、そこら辺が子どもと私との約束事っていうことになってたんですね。だからそれがきちっと浸透しているっていうことが、私はもうとっても嬉しかったんです、その一言で。あ、分かってくれてるんだって、意識してくれてるんだっていうことなんですね。だから意識をしたからですね、子どもたちは自主的に変わっていったんです。そしてとっても風通しのいい、雰囲気のいいクラスになっていったんです。で、これはですね、職を知ってると子どもへの声かけの言葉っていうのもいろいろ変わってまいります。それについてはですね、次回またお話をしてみようかなと思います。今日もですね、最後まで聞いてくださってありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。